Thank you.
はい、こんばんは、川島です。さあ、今日は男が来た杯です。さあ、4月3日、男が来た杯。今日は6名、セロテープ、カワシム、ハク、ギオさんが来てくれて、あと金子くんと、あと男ですね。男が来ました。男が。さあ、今日のルールは、2オン2で、キャラは、自由ですが、早稲田式でやります。で、先方は申告ですね。申告してキャラも申告で、勝った人はキャラそのままで、もう一回やるという感じです。さあ、キャラがね、自由なんで、結構読み合いが、発動しますね。さあ、皆さんもう使えるキャラっていうのはだいぶ絞れてきてるんで、まあ先方とりあえず読み合いですね。それからキャラの読み合いで、負けた場合の、次のもう一人のキャラの方も読まないといけない。こんな感じです。さあ、皆さんまだの試合で遊んでるんで、そうですね、6人しかいないんで、1、2、3試合で終わりか。さあ、しばしお待ちを。
さあ、お待たせいたしました。チーム決まりまして、男と、金子チーム、ギオーさんとセロテープチーム、カワシム・ハクチーム。さあ、これで今日は早稲田式なので、1試合目1人目ですね、1人目同士がやって、お互い勝っても負けても、お互い席を立って次のプレイヤーに変わります。さあ、勝った人は、そのキャラは、その試合というかキャラ、そう、1キャラ目それは確定ですね。2試合目もそのキャラを使って戦うと。マイクあるよ。さあ、1試合目が、男金子チーム対ギオセロテープチーム。さあ、ワンピーを男と金子がゲッツ。さあ、ギオーさんとセロテープが、2P。 さあ、セロテープさんはね、 7色のキャラクターをね使うんでね。あれでかい。試合前から読み合いが。さあ、相変わらずあれですね、金子くんはね、あんまり使えるキャラ増えてませんが、男はね、かなりいろんなキャラ触って遊んでますんでね。男、そうですね。ね、なんか、ね、男、なんか、なんだろう、分かってない、なんか知らないキャラでもなんかセンスがあるから。分かった風に動かして、分かった風に動くのが上手いんで、男。あ、はい、じゃあ、あ、どっちでも金子さんがニヤニヤしている。まあ、男は反応がいいので何使ってもそのキャラの強みが分かれば強いのかなっていう感じはしますが、モノマネ決まりました。金子ガエル対ギオリ。おっと、ストレートにガエルできた。さあ、裏切り。お互いメインですね。ストレートですね、これ。おっ、今の台足うまいですね。もうギオリュウ逆にみたいな。今はちゃんと金子くん前歩いてスタブやったんですけどね、それも見切って台足でしたよ。うわ、なんか台足うまいぞ。すごいですね、台足がうまい。なんか台足がうまい。これをでも金子さんが温まる前にやりたいところだが、いや、今めちゃくちゃうまい。あれね、ニーバズ見ました。やばいっすね、あの上達に。あっ、おーっと、あー、波動が出ない。逆にまあ、でもまだここは垂直大系。金子さんすごいです、あの弱達に見てから2罰。そう、あれね、対応がやばいっすね。弱手、わーっと、さあ、これ次の、ね、次のプレイヤーはね、次のプレイヤー同士で当たるんで、キャラをちゃんと考えておいてくださいね。あーっと、パシューバン。さあ、取り返すか。さすがにきつい、さすがに。いや、やっぱね、ソニックね、もうそうですね、ジャクソに追いかけられたときはめんどくさいですね。やっぱね、球の打ち方はね、かなりうまいんでね。おっと、なんか鋭いですね。竜巻、あっと、今アッパーちょっと怪しかったけど、昇竜拳だったらどうだったんだろう、今ね。どうですかね、今の地上だったよな。あ、
当たり方だったんで。さあ追い詰めているが、こっからガイルの真骨頂。さあ画面端でいなすのは、うわなんだこれ、大勝利。あー早かった、早い、冷静。さあ勝ったのは金子がいる。さあでは2人とも席を立って、さあ座ってキャラを、あキャラ、そうですね、あそうか、そういうあれか、勝ち抜けじゃなくて、そうか、早稲田式ってそういうやつか。申告して、まさか金子さんがガイルで来るとは思わなかったが、おっと？エッサが、バイソン対、出なかったら負け。出なかったら負けで、あ、出ました、出ました。まずはここで1ラウンド取る。おっと、開幕ヘッドだが見てからグラウンド。あー、やばい。あー、見てからここで指摘が入ります。あは。上あるのか、あーごちゃらされている、逆に逆に、あーヘッドクレイジー、生きてる生きてる、あるなんだこれ運がいい。逆にこれで調子が狂ってあるのか、投げられて、これは調子が狂ったか、ここで見てからが出る、飛んじゃったここでなんとここでセロさんが1本目かなり怪しかったですけどね、あれね、怪しかったですね、セロテープエスタがあーやばい、これはやばい、もう半分減ってしまいました。さあ筋肉バスター炸裂、あれはやばいですね、中足さまー、これはきつい。さあ、エッサが、まあでもね、サガットガイル自体がね、サガットは結構難しいんで、エッサがになってもやっぱ、いやー、相打ちオッケー。いや、でも、球の打ち方をね、工夫すれば、かなり有利になる戦いだと思うんですけど、難しいっすね。おっと、いいぞ、いい空対空。さあ、これですね。このモードになったときにガイルは何もないという、おいい返し、避けるしかないですね、そうですね、打てるとか打ちたいところですね。おっと、あっ、わっ、あ歩いて投げに行ったぞ、歩きすぎたぞ、ソバット様勝ったのは金子ガイル、金子ガイルで男チームですね、男チーム。はい、じゃあ次ですね、じゃあ、セロテープ、技王チームは連戦で、川島博とやります。さてセロさん、技王さんチームと博くんと川島さんのチームですね。お互い先方は、あ、先方申告しました。さて
このキャラの相手何が出るかっていう読み合いが発生しておりますが、でもカワシムさんとハク君は本当に使えるキャラめちゃくちゃいるからなかなか読みづらいよな。セロ様とギオさんは結構強キャラの傾向にあるんで。あ、面白いですねと。え、エッサが対エッサが？ハク君エッサがなの？こいつ、こいつ、あの弱キャラオタクのハク君が、やっぱはげ見事にはげ上がっちゃったねもうね。逆にやりたかったカード。神見てるか？今は亡きロード神に捧げるこのエッサが天国のロード神見てるか？あいつ見てねえのかよ。何してんだよさてこれギュあーっと一生中パン、一生中パン振ってるあ、5パン？いや中パンだよね、あれは。あ、コパン中パン。あ、あの、お叱り入りました。俺はコパン中パンをやってんだとっていう。確かにあの前だと結構ね、殺すんだよね、弾抜き。うわー、うまい！うまい、この男。何を使わせても、華麗な動きで、見事、一勝。白エッサガット。白神。さて、カワシムさんとセロテープさんですね、次。これはいい。お DJ ザンギ。さあ、セロテープさんのザンギと、かたや、まあ、カワシムさんの DJ 強いですからね。しかしセロテープさんもメインキャラなのでなんとか意地でも勝ちってほしいところだが、これおっと食らってスクリューローキック。さあ DJ 戦お手の物ですね。うわうわ何これ。さてもう体力がない。こっから巻き返せるかセロテープさん。うわーなんだこの技、この技あれ強いな。うまい。これはあ止められたがまだやる、まだやる。めぐりはなんとかガードして。うーわうわ怖い。うおー回ったさあセロテープさんまずここはなんとかね乗り越えたいところですね。これでかあのハッカーシムさんの DJ に勝ったので、次はハク君の S 下がっていうやばいね。倒しても倒してもっていう倒し倒ちょっとねキャラの治安が悪いですよね明らかに。 DJ エッサが確かにカワシムさんはホンダだったらねあーあハク君ねサブで X サガット使ってるからねもう相当強いと思うよ多分。うまい。大足を差し返したぞ今。これは天国のロード神も喜んでる。五代目あるかもな。でもロード神はねあの結局残機性を何もわからないまま死んでしまったのでこれが正解だとちょっと教えてあげたいですね。はい
あ、やばい、これは焦げて。そう、昭和パかね、めちゃくちゃ強いんだよこれ、脱色なんだよな。しかしこれは落とせない。あそこを引きつけて落とせばもう立派なサガット使いですね。あっ、あの立ちダイヤシー強いんですよね、ああいう時は。しかし一回捕まると S キャラなので、キーバニシングからスクリュー、これはダイヤシー弾を透かして、美しいセロテープさん。ここで勝っていったのはギオさんとセロテープさん。すげー強い、さすが年季の違いを見せた。男が来た杯って俺のことじゃなかったんで、セロテープさんのことだったんですね。じゃあ俺ので、お、俺かな。あ、セロテープです、こんばんは。さあ、ここのところ S サガが割と多い感じになってますが、ワンピー側がカワシム・ハクチーム、ツーピー側が男・金子チーム。さあ、割とかぶせが重要なルールなので最初悩みますよね。お、先に決まったのはうね金子チーム。ここもね、割と強いキャラが揃ってるんで、さあ決まった模様。さあ先方はカワシム DJ と男ガイル。さあ読みが外れた模様、ハク君読みのガイルで全対応の予定がカワシム DJ だった。さあ玉の打ち合い、男ガイルは最近やっているのか。ジャック溜まっている、走が、男も粘る、ここでどれだけしのげるか。さあ 99% ガイル相打ち、今度はサマー待ち。さあ津田見てから中足、そしてゼロコットで体力差もある、体力差もあって時間もない。さあ無理やり、おっと、これは最後の投げが減らなかった。ギリギリ勝ったのは、まず一本目取ったのが男ガイル。相打ち、さあ今の痛い、体力差ついて、これは取り返すのがかなり難しそうだが、さあ球も下ってしまう。さあ時間はまだある、おっと今溜まってたっぽいが、さあ一発の球ミスが結構でかいぞ、体力はほぼ五分。こうなってくると本当にお互い出たり出なかったりするが、玉ミスが本当に痛い。ソニック、おっと、さあ体力リードはガイルだが押しているのは DJ、 おっと今のスタブ、これでもうガードも
かが、おっと当たったが、画面端だったせいか、画面端だったんで少し戻されて球に踏んじゃった感じですね。まず勝ったのが男がいる。さあこれでアク君と金子さんで、さあここはキャラが豊富なハク君の方がやりようがあるか。さあ金子さんはガイルで全対応すると見せかけて、さあどうしたかな。はい、さあ金子龍対白目が、さあこれはちょっとガイル読みだったか。ガイル読みしておけば勝ってもまたガイルという。だがリュウガイルはやっぱり、リュウベガはベガが若干きついが戦えなくはないので、さあリュウ側の連動次第といったところか。投げてしゃがみ、やっぱおっとナイトメア出るを、バックジャンプ、球踏まない、カニ投げ、さあ2ラウンド目、ファイヤー送らせ、正面から送らせ、下段ファイヤー、マリオパンチ、コパン対空から飛び越し投げ、削ってファイヤー、この技で全部台無し。おっとマリオパンチやり直し、すごいヘリ、ああこれは間に合う。飛び越し投げ、ファイヤー引っ掛けて、おっとしゃがみぐらい、コパンが出なかった感じが。さあピオリーチだぞ、おっとネタっぽく裏に回ったが投げ返しの前に、さあこれは真空ガードできる、おっと今のヘッドプレスの失敗ですかね。さあ優勝は男かでしょ、ナイトメアだった。さあ波動昇竜の前にこれあれですね、あの おかわりの要請があったらおかわりもなくは。
ちょっと早いのでもう一回、何かやろうと何をしましょうかと話し合っております。うん、じゃあもう一回チームをシャッフルして、あ、シャッフルっていうかその3人3人でグッパすりゃいいんじゃないの。あ、じゃん、じゃん、グーチョキパーでそのチーム、チーム、あ、
まずは金テープ対オトシム。金テープってなんか金色のセロテープみたいな。逆に金子さんが S サガとか使うかもしれないんで、決まったらじゃあ義王さんにお願いします。今日 S サガを使ったおかげで上下下上で S サガ出るということを覚えました。フォークが右左左右なのは覚えてるんですけど、金子さんチームは決まって、向こうでベガ立ちしてる2人は、それではじゃあ、あれちサイドは大丈夫ですか、 1P2P は。はい、じゃあ座ってください。ここでまさかのザンギ対ザンギ。ここでプロレス、4月3日の令和2年初のプロレス。おっと、まあこれ色的にはこの黒いのすごい強いですよね、これ。あーっと、意外と前が広い。だし、まだあるのか。お、ダブラリタイク。あーっと、まあこっあおっているまあ今のはでも、今のはまだブックなんで、こっからセメント。おっと、ブックじゃねえか、これはブックだ、これ1ラウンド。あー、これブック、これは3ラウンド目が、これセメント、こっからですね、これ今まではブックです。これ回って、これなんか回ってる感じがブックっぽい感じが。ダイヤシー送らせて、熱いぞ。これはなんか光ってきそうな。わーっと、ダイシャグ、おっと、リバサで、あー見てるー、もんで、あー大事、今これはバニー、今のは惜しかった。まさかのザンギザンギで、からのゼロ様が、逆に本田 S 流。あー、これはバイソン読みだったのか。バイソン読みか、これは S 流はだいぶきついぞ。しかも強波動がこのダルシムステージで飛んでくるという、ダルシムステージの強波動やばいんじゃないか。おいしょ、裏からピオラない、ピョってる。あーっと、リカバリが早い、ショルデル。いやー、これで分かんない、避ける、やばい。ダイヤシー冷静。開幕打ってきて、
ありてー、大野手うまいぞ。オカマ誘ったけど掴んで竜巻おっと、いいぞ、めくり潮流が裏に出る。あーきつい、オカマが届かない、あるー、くらって潮流。倍読みだったが、ちょっと本田あるかなとは思ったんですが、これじゃあ負けチーム対義王白チームで、S 流間違いねえわやっぱあ、というわけで続いては、白くんと義王さんで対セロテープさん金子さん。そう、意外とセロテープさんはキャラの卓が広い。金子さんもそうですね、チュンリーっていうねストックがあるんだよね。さてさあ、セロテープさん金子さんチームは決まったようですね。これに対してハク君とギヨウさん組んでんの見たことないよ。決まった。さあ、あ、エスケンザンギ金子さんまたザンギ、全然いけるわって言ってますけどまあでも先ほどはですね、カーシムさんのザンギに1本取ってますからね。そしてこれは出る、めくってちょっとスカッたけどダブラリ、これは波動拳、波動拳。さあ義王さん、ザンギ戦はどうなのか。いわゆる上が、上さえ出れば、上さえ出れば、うぅ怖っ。さあ大足、大足差し込まれてやばい、これは昇竜拳当たらないからの、果敢に大足を踏み込んでいきますね、ギオさん。さあ上を見ている、上を見ているが、差し込み大足。さあうん、確かにガエルの中足並みに差し込んでますね。うわー、うまい、すかさせてだー、完全にこれは地上戦極めてますね、やっぱり。いや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 、あー、これはちょっとでかいですね。さあ続いてはハク君とセロテープさん。確かに回ってないよね回さずとも勝てるという。まあでもハク君のキャラバリエーション考えるとホンダっぽいとこはありますけど、 S ホークホンダですよね、ですよね。いや、あのね、ハク君のね使えるキャラ大体ホンダにねちょっと弱いんですよね。さあこれ、まあでも S ホークなんでワンチャンはあります。これ、まあそう、続きでねなかったことにされるという。さあこれきついぞ、きつい。さあ冷えてるぞ水風呂完全に。しかしハク君もね回せるんで、そうっすね、やっぱり遠距離の差し合いになるんですが、これは
ダウンしちゃう。さあもう寄らせたくない。これは入れ替わって止めてこうからの、これはかくあんか、うまい。からの、あー垂直、相打ち、ああいう相打ちの取り方があるんですね。さあ止めるぞ。やばい、連打疲れを狙ってますね。これは明らかに連打疲れ狙ってる。あ、やばい、隙間が回るからの、あー今いけそうだったね。さあしかし体力、いやこれはわからん、これはわからない。よく出した。あ、なんだ今の、なんだ今の、やばい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 、何、やばい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 、これはきついぞ。うまい対空、あーぶっぱなしたマジか。鬼無双ありがとう。クレバーな技の置き方でしたね、さすが。さあ続いてはどことどこかな。よし、さあちょっとうちのチーム首の皮一枚で繋がったような繋がってないような感じですが、どうしたどうした、ストレートだからね。さあ男川シムチームはこれただ一本取れば優勝なのかな。勝ち負けの数並ぶんですけど本数で多分、うん、白チームは、白義王チームは、さあ決まりました、竜バイソン、竜バイソンだった。さあ行ってみましょう。普通に男バイソン、普通にギオリュウだった。腰ヘッド、パン飛びからヘッド。ああ壁端から出られない、見てからクレイジー、やりたい放題。おっと序盤アッパー、台打ちで下段台打ち、うますぎる、うまくない、竜巻。さあクレイジーがあるからちょっときついぞ。さあ落ち着いてファイヤー、さあこれはヘッドで割る、ヘッドで割る、さあ繰り返す、とりあえずこう、あーっと生フライした、ヘッドヘッド、ヘッドで削るの大好き。さあこの瞬間優勝が決まってしまったような気がしないでもない。さあ完全優勝に向けて
あ、なるほど。向こうのことを読んでるんですね。向こうがバイソンにも勝てるキャラで来るはずだからという読みで、カワシムは今ハク君のキャラを当てようとしている。さあ、頭を悩ましているカワシムのキャラの幅は広いので、カワ採用、読みが3周ぐらいして DJDJ になりました。確かにいろいろ読んだ結果、さあ、ワンピー側黒い DJ がカワシム DJ、 ツーピー側深めの緑の DJ がハク DJ。 大ジャック板尾、めくりは逃げて、体力はいい勝負。さあ今のでハク DJ ちょっといいリード、あ、これハク DJ 転ばなければと、わからなかった。さあ絶妙の飛びが2回通って1ラウンド目、かわしむか勝つ。頭の打ち合い、ファーストヒットはジャンプ台形、ジャンプ台形がすごく減る。おっと、遅らせ投げて、おっと生きている。DJ ここからあるのか。そうですね、負けてる方は球打つしかないので、さあ優勝は男カワシム。ましたが、男が来た杯2回優勝した男さんの優勝でいいのかな、今日は。おめでとうございました。なんかこの先もなんかどうなるかよくわかんないですけども、多分ぼちぼち集まった人間で何かはすると思いますので、ちょっとね X のイベントとか大会とかも今後どうなるか全然わかんないんですけども、とりあえず日曜の小物は中止の話がないのでやりそうだとは思うんですけど、大きめの大会とかちょっとどうなるかわかんないですからね。そうですね、梅原さんの獣道なくなっちゃったりしたので、他もぼちぼち様子見ながら行っていきたいと思います。お疲れ様でした。
Round 3, fight!
Crash! Crash! Crash!
Fight!
Round three, fight!
Come on!
Round 3, fight!
はい。Fuck.